今日はですね、主さん。1ヶ月マインクラフトしてもらいますよ。1ヶ月もマインクラフト、そんなに長くやるのか。そうなんですよ、主さん。というのも今回、こんな企画にお呼ばれしたんですよ。なんとこんな豪華なリレー企画にお呼びいただいたのか。私もいろいろとコラボできるようになったんだな。去年の主さんにこの姿見せてあげたいです。ということでこちらのリレー企画のトップバッターは主さんです。今回はトップバッターなんだな。今回は決められたシードでそれぞれマイクラを1ヶ月プレイするようです。そしてそのシード値、主さんが決めているようですよ。ちなみに今回の主催者であるニグさんからこのようなメッセージをいただいています。うわー。このようにニグさんから無茶ぶりを食らった場合は、白犬ハラスメントと呼ぶようにしましょう。1ヶ月マインクラフトスタート。今回のリレー企画ですが、共通の目標があります。参加する実況者全員に課されている目標が、エンダードラゴンの討伐、ウーパールーパーの発見、ヒカルイカの発見、アメジストの発見、以上になります。なるほど、エンドラ討伐以外は、新要素を発見していこうというわけだね。これらの目標に加えて、リレーの前走者が次の人に目標を考えて課します。つまり主さんは、次なる走者の冬の夏目さんに目標を課すわけですね。ちなみに主さんは冬の夏目さんにしっかり目標を伝えておきましたか？しっかり伝えておきました。なんか怖いんですけど、主さんはトップバッターということで、アンカーのランザムさんに目標を決めていただきました。その目標は？高さ120マスから落下しても耐える防具を作れ。え、そんなのいける？どうやらいけるみたいですよ。え、今回もっとも導入していないよね？普通のサバイバルです、主さん。ていうか今回普通のサバイバルするのかよ、私。今回の動画めっちゃレアじゃね。ブロック120個積み上げて、そこから落ちて生還しろって、すんごい無謀な気がするんだけど。エンチャントやその他アイテムを駆使すれば、どうやらギリギリ耐えれるようですよ。ということは、まずはエンチャントのためにレベルを上げないといけないのか、レベルをたくさん上げる方法。普通にエンドラ倒せばよくね。エンドラ倒したら相当なレベル上がりますからね。おし、そしたらまずエンドラ討伐を最優先でやるか。そしたら経験値も大量に入るし、共通の目標も一つ達成できるし、これぞまさに一石二鳥だな。そしたらまず装備を整えるのと、ネザーに行くための準備だな。拠点はどこに作ります？マイクラといえば豆腐の家を作ったりするのが主流だけど、今回は地中に拠点を構えます。まさかの地底人スタイル。両脇にドアをセットしてっと。おし、これで拠点オッケー。そしたらちょっと洞窟探検するか。あれは、洞窟蜘蛛のスポナーですね。ということは廃坑もあるってことですか？そういうことですね。もしや神シードなのでは？でも私蜘蛛嫌いなんです。二日目の夕方、装備を整え、水とマグマでネザーゲートを作成。エンドに行くために、エンダーパールとブレイズロッドを集めにネザーへ。お願いですから本当に変なところからスタートしないでください。これは大丈夫なのでしょうか。ネザーの森からスタートですね。入った瞬間要塞と歪んだ森があればよかったのにな。どんだけ神シードなんですかそれ。とりあえず周囲を探索してみたんだけど、ネザー要塞がある気配すらないです。そして主さんはネザーで地獄に会います。いや今回本当にネザー要塞ないわ。どっこを探しても本当に見つからない。よりによってこのリレー企画で全然発見できないか。ネザー要塞の物欲センサー発動してしまいました。4日目、ネザー探索を一度諦め、鉱石採集に取り掛かる。ピグリンとの交換用に金も確保しておきたいし、ダイヤも無事発見。集めた鉱石でツルハシを作りまくって、ネザーの地中を掘り進めていく作戦。周囲に要塞がないと判断して、地中で長距離移動を試みる作戦ですね。マグマの海を上から渡るのすんごく怖いので。古代の残骸発見。しかしネザー要塞、未だ発見できず。地下掘り作戦諦めました。掘り上げたところがマグマだらけで八方塞がり状態でしたね。収穫は古代の残骸一つのみ。ネザライトインゴット一つも作れないから、結局このハイリスクマグマの上橋作りになっちゃうか。こえぇー。うっぱもう最悪だ。あー、アップな。ちょっとせっかく作ってるのに。歪んだ森は発見。エンダーパール集めはなんとかはかどりそうですね。落ちません。また落ちません。これピグリンと交換した方が早いな。ということで集めた金すべてピグリンに捧げます。ネザーのキノコを置いておけば、ホグリンに襲撃されることもないですね。おし、とりあえずエンダーパール2つ確保。あと15個ぐらい欲しいんだけど。あ、もう金ないのか。それじゃあピグリンさんとはここでお別れ。待ってすごく嫌な予感。ピグリンと大穴で2人きりです。いやー、ちょっと待てー。おっしゃこのピグリンさえ倒せれば、あっぷね。また鉱石集めしてたら、洞窟の水たまりで光るイカが泳いでいました。こんな簡単に見つかるもんなの？とりあえず、光るイカの発見、クリアですね。
11日目、ピグリント交易リベンジ。今回は周りに大穴がないかしっかり確認しましょう。それが一番大切です、本当に。ウッパエンダーパール一気に4個とか超ありがたい。え、またくれた。一瞬で10個になったんだけど、どんだけ羽振りがいいの今回のピグリン。さっきのゼンロスに同情したんじゃないですかね。さすがのピグリンも気を使ってくれたのか。なんとか遺跡探し分のエンダーパールは確保できた。次はネザー要塞だな。そのネザー要塞もようやく発見。橋作りをしまくった末に、ようやく発見できましたね。ネザーゲートから結構遠いところまで来たからな。スポナーのところでブレイズを叩きまくり、必要分のブレイズロッドを確保。13日目、エンダーアイで遺跡探し開始。遺跡の場所を確認。今回は雪原にありました。そして16日目、1ヶ月生活後半に差し掛かりました。ようやくエンダードラゴンに挑む。まず一つ、大きな目標を達成するために、このエンダードラゴンを倒さなくてはいけません。あと、倒した後にたくさんもらえる経験値も、今回の目標達成に非常に重要になるからね。おし、地上に出てきた。まずは地面からでも狙えるクリスタルの破壊だ。今回は矢の数が限られているので、注意してくださいね。よしよしよし、いい感じのエイムだぞ。さすがにこの距離はミスった。いやしかし、このペースでいけば矢の数は十分足りますね。ここからはエンダーパールが必要だ。ちょっとエンダーパールちょうだい、エンダーマンたち。あとはめっちゃ高いところにあるクリスタルだけだ。うっわ。あぶねー。今日めっちゃちょっかい出してくるじゃねんドラ。押し、あとはエンドラに攻撃するだけだ。ここまで来たらもう大丈夫だ。よっしゃー。やっぱりコラボ企画で倒すエンドラは特別感あるわ。しかも今回普通にサバイバルをやってのエンドラ討伐だからね。ここまで来るの27日かかりました。やっぱり RTA やってる人ってすごいんだな。ここでエンディングじゃ全くないんだよな。むしろここからが本番まである。まずはエンドラを倒した経験値をしっかり回収しないといけないですね。この経験値を絶対に手放すなよ。ひとまず帰宅。18日目、ここから、目標達成をどんどんしていこう。まずはエンチャント環境を作るために、本を大量に作らないとな。エンチャントを最大限やるために、本45個必要なので、サトウキビは135個、皮は45個必要ですね。とにかく数が必要だから時間がかかるんだよな。時間が限られているというのに、サトウキビが育つ間に、ウーパールーパーを発見しに行こう。そのために水中呼吸のポーションを作らねば。ウーパールーパーは海底の奥深くにいることが多いですからね。ということで水中呼吸ポーションに必要なフグを確保。水中呼吸のポーション完成。海まで来たんだけど、あの球場の建築物、なんだ？あんなの海底に作られるっけ？ほわー、アメジストやんけ。え、海底にこんなむき出し状態になってることってあるんだな。ウーパールーパー探しのはずが、思わぬ発見でしたねこれは。地中を探し回らないと発見できないもんだと思ってた。これもアメジストだよね。海底を探索すれば、アメジストも結構発見できるんですね。これなら躍起になって地中を探し回る必要ないな。うっわ、これ早く他の実況者さんに伝えたかったわ。さっきのアメジスト洞窟にはなかった、アメジストの結晶を確保。おし、これで文句なしにアメジストの発見クリアだ。そしてその直後にウーパールーパーも発見。トントン拍子に目標をクリアしていっています主さん。一番可愛い捕食者、実績解除完了。ありがとうウーパールーパー。うおー。23日目、サトウキビと皮を必要分集めて、本棚を作成。エンチャント環境用に本棚は準備完了なんですけど、エンチャントテーブル用のダイヤが不足しているんですよね。そうなんだよな。ということでエンドシティに行きます。地下でダイヤ集めしてもいいんだけど、エンドシティのチェストには、ダイヤの他に、エンチャントされた防具も出てくるからね。ここで、ラスト一つの目標である、高さ120マスの落下に耐える条件、ここで発表します。高さ120マスからの落下に耐える条件は、防具すべてにダメージ軽減レベル4、落下耐性レベル4のエンチャントに加えて、金のリンゴを食べることで耐えることができます。エンチャントのハードルはかなり高いけど、
エンドシティのチェストから出てきてくれることを信じよう。物欲センサー無効にしてくれペル君。それに関しては僕も何もできないです。25日目、エンドシティを目指してエンドの奥深くへ足を踏み入れる。そして私はエンドシティを見つけら、エンドシティ発見。割とあっさり見つかりましたね。ネザー要塞の時みたいに沼にはまらなくてよかった。なんならこのチェストでダメージ軽減防具揃えたいんだけど、耐久力ではないんだよな。束縛の呪いがある防具は取らない方が良さそうですね。主さん間違えて装着しそうですから。ありえる。おし、ダイヤはもうオッケー。もう一つのエンドシティ行ってみるか。あんまり探索の沼に入らないようにはしたいけど。お、完璧なエンチャントきた。防具の鉱石の種類は何でもいいんだよね。そうですね。落下ダメージは防具のランクには関係ないですからね。惜しい、レベル4が欲しいんだよな。完璧です、ありがとうございます。エンドシティで2つ必要な防具揃ったのは十分すぎる。深追いは禁物だ。これで帰還しよう。26日目、ここからひたすら目当てのエンチャントが出てくるまで厳選。押し、チェストプレートもオッケー。残すはブーツだけですね。ブーツにはダメージ軽減に加えて落下耐性もつけないといけないからな。ちょっとハードルが高いぞ。早速ダメージ軽減が来たけど、一緒に落下耐性はついてくれないか。金のブーツで落下耐性を別でつけて、金どこで組み合わせる作戦が良さそうですね。レベル4の落下耐性がなかなか出てこなかったので、レベル3同士を組み合わせて、金どこでレベルアップさせる。よーし。高さ120マスの落下に耐える防具が揃いましたね。ということで装着しました。これが120マスの落下にも耐える最強の防具。よし、最後の目標を達成しに行くか。このネザーラックを積み上げて、そこから落下して生き延びることができればミッション成功。失敗すれば、再起は困難を極めます。これはもう一発勝負ですね。120マス積み終わった。さあ、かあ、雲よりはるか高いところまで来てしまったぞ。本当に耐えれるのかよランザムさん。さあ主さん、金のリンゴを食べて、いざ落下しましょう。そうか、金のリンゴも食べないといけなかったな。おし、覚悟を決めた。最強の防具はしっかり装着しているな。おし、いけー。マジであんな高いところから落ちても耐えれるんだな。え、これすごくね。普通のサバイバルでこんな強くなれるんだな。ということで主さん、目標伝達成。やったー。28日目、残り日数はまだあるので、やりたいことをやります。花火大会ですか？それも考えたんだけど、今回はアンカーじゃないし、花火の材料もないから今回はできないね。ということで私のやりたいことは、拠点の家作りです。いつまでも地底人のままではいかないし、やっぱり地上に拠点を置かないとね。いやもう1ヶ月終わりますけど。ということで、まずは松の木を伐採。あっそれ頭皮に変わっていますよ。そうなの初めて知った。29日目、ノンストレス最強シャベルで整地をして、拠点の家、建築開始。1ヶ月終了しました。いや結局建てただけですか。今後この世界に迷い込んだ人用に、家を作っておいたし、私も地底人から地上人になったでしょこれで。ちなみに中は何にもないです。ということで私の白犬ハラスメントワールドでの1ヶ月生活はここまで。私が課した目標は、次のランナーの冬の夏目さんが受けますので、冬の夏目さんの1ヶ月生活がどうなるかご期待ください。では次のランナーへ、バトンパス。